皆さんこんにちは、東進の林です。プログラミング教育が小学校では2020年に必修化され、2021年に中学、2022年には高校で必修化されました。そしてついに2025年には大学入学共通テストでも新たな科目として情報1が加わり、なんとこの情報1の出題のおよそ半分がコンピュータとプログラミング分野なんです。つまりプログラミング対策が高得点の鍵を握っているんです。こんな状況の中で、東進では将来を担う人材に未来を生きる力を身につけてもらいたい一心で、世界45カ国以上2500万人もの生徒が学ぶ学習教材コードモンキーを導入しました。コードモンキーとは、かのデジタル先進国イスラエルで開発され、今やイスラエルの7割以上の小学校で教材として活用されているものです。それだけではなく、アメリカ、中国など世界中の子どもたちがこのコードモンキーでプログラミングを学んでいるんです。そんなコードモンキーを東進が日本で独占提供を開始したんです。さあ、これが実際のコードモンキーの画面なんですが、なんと全部でおよそ1000個のチャレンジで、プログラミングを基礎の基礎から本格的な Python まで学ぶことができるんです。世の中には様々なプログラミングを学ぶ教材はありますが、初歩から上級まで、しかも体系的に誰でも無理なくスモールステップで学べるのがコードモンキーの良さだと思います。中でも2025年から共通テストでも出題されるテキストプログラミングを一から学べるコードの冒険というコースなんですが、演習を含め全部で422個のチャレンジがあります。今回はせっかくですから、プログラミングの重要な考え方の一つである繰り返しについて学んでみましょう。この猿がこのバナナを取るためにはどういうプログラミングが必要なのかという問題なんですけれども、今のままだと猿は海に落ちちゃうんですね。そしてここに3匹のワニがいますから、ここにいる3匹のワニに対して猿の方を向くという命令をまず順にプログラミングしていきます。クロコダイル012に対して、ここですね。次は猿がワニの橋を渡って島に渡るようにプログラミングします。じゃあ実行します。今度は猿を島1から島7まで順に歩かせることで、最後にあるバナナのところまで進めます。そこでプログラミングの重要な考え方である繰り返しを表現する for を使います。実際に入力するとこんな風になります。実行してみると、これね、うまくいくとね、大人でも楽しいんですよ。共通テストの情報1で必要となる重要な要素も学べるため、大学受験に生かされることはもちろん、間違いなく皆さんが将来デジタル社会を生き抜く力になります。プログラミングを学ばないという選択肢はもはやありません。東進コードモンキーでのプログラミング学習をぜひお勧めします。